佐藤澄香です。ウエストのくびれを作る体操をお伝えします。ウエストのくびれがね、なくなるこの原因っていうのはですね、いろいろありますけれども、年齢を重ねるごとに私たちの代謝は落ちていってしまうんですね。なのでその代謝が落ちてしまうと脂肪が燃えにくくなったり、またなかなか落ちてくれないということになるんです。なのでこの落ちてしまった代謝を上げてあげること、そしてその結果脂肪を燃えやすくしてあげる、このことが解決策なんですね。そのために必要なこと、それは実はこの胃腸の動きを促してあげること、このことで代謝を上げてウエストにくびれを作っていきましょう。では早速今から3つの手順でお伝えします。はい、それでは手順の1つ目です。仰向けになっていきます。そして目線はおへそを覗き込むように上体を起こします。この時両腕はまっすぐ、手のひらは下に向けて伸ばします。そして両足はできれば床から30センチ上げましょう。この状態がきつい方は両膝を立てて行っても OK です。はい、それでは手順の2つ目です。目線はおへそでしたね。両手はまっすぐ伸ばして手のひらが下、足は床から30センチ、この状態から両手を上下に上げ下げしていきます。これを1回として20回続けて行ってみましょう。ではやってみましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、それでは手順の3つ目です。20回動きが終わりましたら仰向けになって両手両足は伸ばします。ゆっくり目をつぶってゆっくりとした呼吸で10秒間リラックスしていきましょう。10秒経ちましたらゆっくりと横向きから起き上がっていきます。はい、今の動きを1セットとして1日に2から3セットあなたのペースで行ってみてくださいね。そしてキュッと引き締まったウエストのくびれを作っていきましょう。もしこの動画が役に立ったと思ってくださいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。